いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。喫茶店大好き芸人の関原モードと申します。お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。それ言います。ありがとうございます。僕は年間200店舗喫茶店を巡るほど普段喫茶店が大好きなものでございます。そんな僕ですが、巡っておりますとふとときめく瞬間というのがあるわけです。例えばこちらね、いろんな喫茶店のメニュー表ね、発見があるとね、ワクワクしてくるんです。今日は実際にいろんな喫茶店の皆様にご協力いただき撮ってまいりましたお写真をご覧いただければと思います。先日ですね、行った喫茶店のこんなサラダのメニュー表を見つけました。サラダね、はい、いいですね。カラフルな彩りでございますけれども、はい、副題ね、サラダでヘルシーに満足、いいですね。はいはい、品名見てみましょう。食べるサラダ、逆に食べないサラダあるんでしょうかね、これね。興味深いですね、これはね。いいですね、ちょっと頼まざるを得ない一枚でございましたね。どんどん参りましょう。続いてはこちらね、焼きカレー焼きスパゲッティ揚げ、むちゃくちゃ焼いてくれてますよ、これね。こりゃな、ね、安心ですよね。しっかり火通してくれてますからね、これね。バーッと見ていくんですけど、ご覧ください、焼き焼きそばっていうのがありますよ、これね。もはや焦げてるんじゃないかというですね、焦げも美味しいからよしとしましょうということで、次参りましょう。次いいですよ、こちらですね、はい、ミックスジュースいちごジュースってなってます。いいですね、気合が入っててね、ジュースっていうね、よろしいですね、これね。こんな感じで、これもいいですよ、これいいんです、可愛いんです。見てください皆さん、いちごのこれ何牛になってますよ、これ。目じゃなくてね、ギリギリのなね、これ可愛らしいでしょ、これね。ということで、どんどん参ります。続いては、はい、おはようございます、モーニングセットをどうぞ、ね、9時から11時と、これ言ったって普通の文章でございますね。僕なんかちょっと朝がね、ちょっと苦手なもんで、こういう9時からってゆっくりめの時間ありがたいわけでございます。で、ちょうど昨日ですね、金曜日、ちょっと行ってまいりまして、9時に行こうと思ってですね、9時めがけて行ったんですけど、すみません、このお店の10時からだったんですよね。あの9時何だったんでしょうね。教えてほしかったですけどもね。ということでですね、私つい先ほど土曜日、今日、リベンジしてきました。10時と思って行って、10時に行きました。11時からでしたね。まだゆっくりできましたね。もはやブランチだったんじゃないかというですね、そんな説すらあるわけでございますけれども、お時間的に最後になりますね。はい、いいですね、喫茶軽食メニュー、お飲み物、デザート、クリームソーダ、裏面、裏をめくるとラインナップがあるようでございます。見てみましょう。こうなってたんですね。ありませんね、ありませんね、これね。どこにあるんでしょうね、これね。あ、ありましたね、これね。いちごソーダフロートありましたよ。よかったですね、一種類見つかりましたよ。ということで、皆さんも喫茶店のメニュー表を注目してみてください。またのご利用お待ちしております。ありがとうございました。